大阪市場駅は、大阪府大阪市福島区の第一丁目にあった、日本国有鉄道の貨物駅、野田駅から分岐していた大阪環状線の貨物支線の終点であった。1923年11月に交付された、中央卸売市場法に基づき、大阪市は市場整備に着手することになり、海陸運輸の便を考慮して、安治川北岸のこの地が選定された。 大阪市中央卸売市場本場は1931年3月に整備を完了した。これに合わせて国有鉄道西成線の台域から分岐して市場へ至る貨物線の計画が立てられ、1925年末から用地買収に着手した。しかし、用地に住友振動所の工場があって、工場用地が分断されることに難色を示したため、土地買収は難航し、 結局工場すべてを買収した上で線路を通し、後に線路に使用しなかった土地を売却することで解決することになった。1930年8月に着工し、建設費78万2576円を投じて、軌道総延長 4.8km の線路を整備し、1931年11月8日に開通した。当時、野田駅は地上駅で、その脇に、 小さな貨物ヤードが設けられて、そこから市場駅へ乗り入れる構造になっていた。1953年にこの市場への路線の途中から分岐する形で三菱製紙への専用線が付設された。1961年4月25日に上東線、西成線の一部に新規建設区間を合わせて大阪環状線が形成され、これにより、 当駅も大阪環状線の貨物支線上の駅となった。しかしまだこの時は西九条駅に南側から接続した新規建設線は高架線だったのに対して昔からの西成線区間は地上を走っており環状運転は実現していなかった。1959年から西成線区間の高架化工事が始められ、1964年3月22日に完成した。 これに伴い、梅田貨物駅からの通称梅田貨物線は、大阪環状線の西側に並行して独立した線路を有するようになり、野田駅ではこの線路から分岐して、高架線からスロープで地上へ降りて、環状線の高架下をくぐって、大阪市場駅へ到達するような構造となった。市場内では、特徴的な手の字型に線路が引かれていた。野田駅から来た貨車は、 直線の行き止まりの線路に入り、そこで折り返して円形の線路側に入って、二役をする構造になっていた。円形部分の内側に卸売場があり、そこに直結する二卸用のホームがあった。駅の規模は大きく、1日に150両の貨車を扱うことができたという。輸送する貨物は各地から市場に到着する水産物、生果物がほとんどで、このために、 大阪市場駅は到着貨物が圧倒的に多く、発送貨物は一部の食料品を地方市場に転送する時や空き箱の返却などごく限られたものに止まっていた。1970年には1日10本の貨物列車が到着していた。水田創車場で別の列車から軽装されるものが多かったが、青森創車場発の鮮魚輸送列車、東林、長崎駅発の 銀輪なども運行されていた。1931年の本場の会場の同日に開業した大阪市場駅であったが、トラックの普及や高速道路網の整備などのため、取扱い量が減少。1984年1月限りで、独立した駅としては廃止され、野田駅の構内側線扱いとなった。翌1985年3月まで、 校内側線扱いでの使用が行われたが、これも廃止となった。市場の改修が行われたためホームなどは残っておらず、駅へ至る廃線跡の一部が遊歩道として残っているのみである。現在は線路跡の大部分が遊歩道に転用されている。日本国有鉄道大阪環状線貨物支線のだ。駅大阪市場駅。ありがとうございます。